ホーチミンの観光スポット郵便局と教会までの通りの名をタクシーの運転手に言えば大丈夫覚えてねチュンソンジャンクホワンホワンバンドゥエオチャイケンバンチョイナムキコイヤレイユワンエオチャイコンサーパリスエオファイ覚えただけど意味がない意味がない覚えても意味がないベトナム語の発音むずすぎて伝わらないタクシーのおっちゃん困るだけ意味がない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 今度は発音はっきりと歌うようだからちゃんと真似してね皆さんキョンさんジャンコファンファンファントゥウェチャインウェンファンチョインナムキコニャレイユワンウェチャインホンサパリスウェファイだけど意味がない意味がない曲に乗ると意味がない音の上がり下がりで意味が変わるからどうしようもないあだけで18個あるから意味がない意味がない曲に乗ると意味がない音の上がり下がりで意味が変わるからね意味がない意味がない思いが伝わらない発音を覚えるには2年は必要さ意味がない意味がないこの歌を覚えても意味がない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 ガイドブック見せるのが一番早い